どうもお疲れ様です今回もポイントサイトモッピーから美味しい案件ちょっと行ってみましょうか。今回はですね、転職サイトに新規無料会員登録するだけで7000円もらえるというやつですね。これはどうしてもゲットしておきたいなと思うんですが、現在年収600万以上の方対象ということなんで、これ多分所得の証明とかを求められるんではなかろうかと思いますね。 ただほら、瞬間的に年収600万ってあり得ると思うんですよ。例えば、昨年暗号通貨でね、ちょっと当てちゃったみたいな、コロナ融資が入っちゃったとかね、なんか、いろいろと組み合わせて、年収600万っていうふうな定義を取ることができる人は、この瞬間風速で一発勝負してみるのもいいかなと思います。もちろんね、その他の案件が関わってる場合もありますので、ちょっと口コミ見てみましょうか。こういう時はね、口コミを見た方がいいと思うんですよ。57件。はい。 医療系で転職を考えたことがあるので登録しました。登録後、丁寧な返信があり、面接までスムーズに進めてくださいました。ああ、なるほどね。現在の年収に満足できず、昨年から資格取得に力を入れ始め、TOEIC のスコアも700点を超え、すごい。現在の仕事においても日常的に英語を用するから、海外勤務に憧れており、これは結構ね、有望ですよね。えーと、ここ、ちょっと見てみましょうか。人材派遣大手の、なかかんとか監督のサービスです。 年収600円以下がお断りとのことでターゲット層をハイクラスのエンジニアに絞っているとのことです担当と話してみるとエンジニアメインですがそのほかハイクラス層の、えー、案件もあるとのことでしたというのでまあ口コミをねちょっといろいろと見てみたいんですけども年収600万が一つのネックになりますねおいおいせっかく見に来たのに俺は年収600万じゃないよって方ご安心ください別のやつをちょっとこれからね紹介しますんで では、画面を切り替えてご覧いただきます。どうぞ。はい。じゃあ、画面を切り替えまして、リフォームリショップナビで、よろしいでしょうか。1万円でございます。これはですね、見積もりの完了ができたら、見積もりを取ったらということになります。で、金額がね、30万円以上の見積もりですね。これはね、リフォームの会社ですから、リフォームの会社に、まあ、ここからね、申し込んで、で、えっ、ー、と、来ていただくんですよ。で、立ち会いが必要になりますけども、 お5分ほどね、10分ほどお話して、例えばあ、ガレージをちょっとね、やり直したいんだっていう方とかね、内装を変えたいんだとかね、それから床紙を張り替えたいんだみたいな、あるかもしれません。そういう風なリフォームを、こう、見積もっていただいて、30万円を超えるようなものに組み上げられたときに、これ、契約書成立ということでね、1万円もらいます。で、見積もりができたからといって、必ずしも発注しないといけないわけではないよっていうのがミソなんですよ。で、しかも、ちょっとね、レポートいただいたんですけども、 賃貸にお住まいの方もこれできたみたいです。で考えてみれば当たり前ですよね。賃貸でリフォームして、まあ大家さんに確認はいるかもしれませんけどもね。それにしても最後退去するときに、現状回復するときにまたリフォームの会社頼めばいいっていことにもなりますんでね。なるほどね、まあ。賃貸でもできるってのは確かにそうだなと思いましたね。はい。ということでこちらは1万ポイントでございます。こちらの方も合わせてご利用ください。それでは、以上です。